玉川町は愛媛県東予地方にある町、高輪半島の中央部に位置していた。2005年1月16日、市町村合併により、落ち郡から今治市に変わる。町の中央部を二級河川の総社川が流れている。中流域には玉川ダムがあり、総社川は今治市の上水道としての役割を担ってきたが、しばしば水害にも襲われてきた。地質は主に、 両形体の加工岩が分布し、加工岩の間劇からアルカリ単純線が流出する。この形態は道後温泉と同じである。その他、ホルンフェルス、安山岩が一部に分布、接触編成作用により道交渉が形成されており、一部冷細鉱山が稼働していたが、現在は閉山。その他加工岩ペグマタイトによる形跡交渉を廃退し、一部採掘された。 このような河口岸ペグマタイと交渉、接触編成による交渉は、落ち群内に数多く分布している。河口岸地形のため降水が集中すると、マサブの表層崩壊が多数発生し、神戸六甲山六と同様、土砂災害も懸念される。また玉川ダム下流部には明瞭な川なり団球が分布する。下記以外に、旧村の歴史も参照のこと、玉川町の系譜。 町村製紙工事、木地、二部川、生倉川村、鬼原、長瀬、大野、三丹地、崩壊寺、スリーキキューカズム鍋地、桂昭和29年3月31日、昭和37年4月1日、大馬屋合併調整志工、畑寺玉川村、玉川町、高野、中村、小かもぶか村、別所、八幡、くず屋、たつ流 岡村、辰岡登平成17年1月16日、新設合併、新、今治市発足、今治市今治市、朝倉村、並方町、大成町、菊間町、吉海村、宮久保町、博多町、上浦町、大三島町、関前村、今治市以下の市町村の合併以前の系譜は、それぞれの市、町、村の記事を参照のこと、町内のホール、 体育館美術館など、公共施設は充実しており、住民は高い文化性を寛容することが可能である。しかし、九龍岡村、九鈍、河村など山間部は過疎化が進み、近年も二部川小学校が並行されている。大学、編集高等学校、編集中学校、編集小学校、編集高速道路、編集一般国道、 編集国道317号県道。編集。町内には、弥生時代の遺跡や古墳時代の古墳があるほか、奈良原山頂には、奈良原山京塚があり、出土した道図、道京筒、道宝刀などは、考古資料として、極めて重要なもので、伊予国奈良原、山京塚出土品として国宝に指定されている。釈迦山の宝蔵寺には、木造釈迦如来立像がある。 四国八十八カ所の寺院として、第五十八番専有寺、第五十七番栄福寺があり、変路が行き交う。ありがとうございます。